知事が県民の皆様と対話し、地域から湧き出る知恵をいただき、新たな施策に生かす宝の島徳島ワクワクトークが平成28年5月21日に徳島市で開催されました。この日は飯泉知事が三遊物産株式会社ショールームに常設展示されている耐震シェルターを視察した後、徳島県建築士会の若手会員の皆さんと、待ったなし住まいの耐震化、若手建築士と考える県土強靭化への取り組みをテーマに意見交換を行いました。おかげさまで、常設展示というのが、なるほどなるほど。この間は熊本の地震もございまして、本当に組合の方にも問い合わせもたくさんございまして、でやはりこのシェルターの一番のメリットというのは、一部屋だけを強くするということで、特に高齢者の安全を守れるんじゃないかということで開発をいたしまして、県産杉を構造材に使いまして、あと補強で構造合板等を使ってございますが、このようにしっかりした部屋の中に安全な空間を作ることができてございます。で、以前はそのシェルター自体はご覧になっていただく機会があったんですが、やはりその実際に部屋として常設展示という形でできましたので、こういう風になるんだということを、例えばこういう風な小物を置けるスペースであったりとかですね、できるんですね、出ていくと、あるいは部屋から別の部屋からこのセンターに入ってくるためのやはり扉も当然設置をすることができますし、これはいいですよね。よろしくお願いします。今回耐震シェルター模型というのを僕たち考えています。子どもさんに向けて工作のような形でやってもらえたらなというのがあります。まずはこれを外すところから始まって、はい、でこれが柱です。柱を立てるような、まず柱を立てる、はい、でいきますかね、はい、勢いが高かったのが、出してみてください。壁のない状態なんで揺れますね。揺れます、はい、かなり揺れる。ほらまだ危ない、はい、いきますよ。あ、揺れない。全然揺れない。さっきよりも強くやってるけど揺れない。いけますよ。いける。本日は宝の島徳島ワクワクトーク開催をいたしましたところ、皆さん方には大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。今年はちょうど東日本大震災発災から丸5年目、そしてまさかの活断層型地震が起こる平成28年熊本地震ということで、なお今復興復旧作業が行われているところであります。今日はその意味で日頃からご活動いただいている建築士の皆さん方の中でも若手の皆さん方に集まっていただいておりますので、今回の熊本の地震は元よりでありますが、これからの南海トラフ巨大地震あるいは中央構造線活断層型地震、これらを迎え撃つための対策をぜひどしどしとご提案をいただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。簡単に徳島県建築士会の活動とか取り組みについて、説明させていただきます。建築士会というのは建築士の資格者団体で、1級建築士、2級建築士、木造建築士、それと建築士を目指す者が入会できる会として、設立されております。防災とか、震災時の対応についての活動については大きく4つぐらいありまして、1つは古い木造住宅の耐震化の促進に向けた事業だったり、あと建築相談というのを常日頃行っております。あと木造仮設の研究でしたり、それと応急危険の判定士の育成に努めております。それでですね、先日の平成28年熊本地震を受けてですね、今回建築士会から応急危険の判定士として民間から派遣しました。少し報告だけさせていただきたいと思います。
4月の29日から5月の1日の3日間徳島 の、 民間建築士としては阪神大震災以来21年ぶりに被災建築物 の、 応急危険度判定を行うために熊本市の南区の農村地域に出動してまいりました。現地付近は4月14日から16日にかけて3日連続で震度6弱 の、 揺れを受けたところで、震源地からも5キロほど の、 地域でした。判定結果としては11人で376棟 の、 建物を、判定しまして、そのうち約 40% が危険、35% が要注意で、 25% が調査済み、安全という結果でした。住民の方にもちょっとお話を伺ったんですけど、九州は地震が少ないので耐震については考えてなかった、ちょっとびっくりしたっていう意見が多かったです。徳島に帰る前に震度7を2回受けた益城町の方もちょっと車で視察してきたんですけど、建物の新旧関係なく倒壊したり傾斜している建物が多かったです。現行基準である平成12年以降の建物も50棟以上倒壊しているということで、それらの建物についても何らかの対策が必要であると感じました。熊本の地震について昭和56年以前の家屋というのが多く倒壊したのが目立っていたと思います。熊本地震を見ていると1階が潰れたりしていましたので、耐震シェルターによって多くの命が守れたんじゃないか、そんな感想を持ちました。で、今後耐震シェルターを普及させていきたいのですが、やはり認知されていないとか、やはりまだコストが高いとか、そういう問題があるとは思いますので、今後建築士会としても大量生産に持っていけるとか、そういうことで、いろいろ考えアイデアを出していきたいなと思っております。今実際に美濃さんは熊本に行っていただきましたし、耐震シェルター、こうしたものがもしあったらあれだけの被害が出なかったんじゃないか、お話をいただいたところです。実は徳島の場合には全国でも先陣を切ってこの耐震化制度っていうものを立ち上げてきました。要は一部屋だけでも耐震化をしてもらうっていう形 で、 ここの助成制度、これを実は作らさせていただいたんですね。実はこの中に当時開発され始めた耐震シェルター、これも一つの制度としてあったんですね。やはりこれは値段が安いということがあってね、この簡易耐震化、例えば寝室であるとか、あるいは居間であるとか、日頃必ずおられるところだけでいいと。で、ただこれもまだまだね、考えた理想のところには到底おぼつかないということで、実は今回の熊本地震が起こる前に平成28年度から高齢者の皆さん方がね、なかなかもう逃げ遅れると、災害弱者とも言われる中で、まずはこの皆さん方安全安心を地震の第一波を受けた時には守れるようにしようと、簡易耐震化の中からあえて耐震シェルターだけをズボッと抜きましてね、これをどんどん進めていこうと。しかも高齢者の皆さんに対して助成金の補助率8割まで出すとかね、あとは上限を上げていくとか、徳島が取り組んでいる基準、確かに全国では最先端なんですが、まだまだ足りないところがかなりあるということがありますので、それをより進化させた形にしていきたいと考えています。私の実績としましては、耐震診断実はもう180件ほどお伺いしています。お伺いして8割9割の方っていうのはもうほぼほぼ高齢者なんです。最近もですね、すごく大きな地震がもう頻繁に起こっているわけですけれども、さまざまな思いで我が家は安心だって思われている高齢者の方が実に多いんです。例えばうちは名棟梁に建ててもらったから大丈夫、あるいは柱がよそよりたくさんあるから大丈夫。実は徳島県で役場の方が個別訪問して、お宅大丈夫ですか、耐震診断やりましょうよって個別に訪問したらほとんどの方がするんです。でも個別訪問やめると耐震診断される方がガクって減っちゃうんですよね。やっぱりどれだけ心配してくれるかっていうところが、思いを伝えていくかっていうところにつながっていくと思うんですね。
やっぱり高齢者の方を個別に心配してもらえる方に先に認識してもらえれば良いと思うんです。キーワードはお孫さんなんです。この建築士会がお孫さん、小学生ですとか中学生に正しく認識してもらうために出前講座を行うわけです。合わせて PTA の方にも何かの集まりの時に出前講座をする。しっかり理解してもらって正しい認識をしてもらうと。で、正しく認識してもらったらお孫さんがおじいちゃんおばあちゃんに、まあ、自分の言葉でおじいちゃんおばあちゃんのことを気遣って思いを届けてもらう。多少の認識不足であったり判断不足であったりするところは PTA の方がフォローするっていう、まあ、二段構えですよね。まずは認識の改善、小学生中学生、さらに PTA へのアプローチからスタートすること、まあ、こういったことが必要だと私は思います。私は子育て世代とか若い人たちの意識の強化っていうのも必要になってくるんではないかなと思うんですけれども、実際震災が起こった時に力になってくるのがやっぱりこの若い子育て世代の大人たちになってくると思いますし、例えばこう親子3代でこうセミナーとか防災訓練に参加したりとかして、同じ共通の体験をすることで家庭内でこう話題になったりとか、こう子どもとこう親が、自分の親がこう話しているのを聞いて、それでこうその子育て世代の大人たちも本当にこうこれから自分がこう子どもとか親をこう支えていく立場なんだっていう、こう自分ごととしてこう考える機会になるんじゃないかなと思います。災害発災時の避難弱者、いわゆる避難弱者といわれる高齢者、その他障害者という方たちにも目を向けてみるとですね、やはり移動が不自由な方々は家具が倒れてきたらどうしようもない、地震が来たらどうしようもないという不安を抱えている方たちはたくさんいるわけなんですね。もういきなり、耐震補強建築全体でできないとしても、家具の固定をすることが大事だということを周知をすることも必要であると思いますし、そういったスペース、命を守る場所を作るということでは耐震シェルターなんかが有効なんじゃないかなとは思います。木造住宅の耐震補強の助成制度にはバリアフリー工事というのは対象にはしていただいているんですけども、やはり障害者であったりとか高齢者のバリアフリー化の相談の窓口というのはケアマネージャーさんであったりとか介護福祉士さんという、まあ、福祉関係の方たちに相談するというのが、まあ、窓口になっているわけでありまして、その方たちはやはり建築の専門家でないので、どうしても耐震化ということについては目が向けられていない、そういう福祉関係の病院の方や事業者の方、それと、まあ、行政の方も含めて一緒に意識を高めていくことも大事なんじゃないかなとは思っております。南海トラフ地震の方の津波被害については割と県下でも周知が広まっていると思うんですが、今回のような熊本地震のような中央構造線に関するものはですね、東西でたくさん県内にはあるんですけれども、だから県下どこで大きな災害が起こるかはもう分からない状況なので、県下どこでもこういう自主防災組織を活発化していく必要があるのではないかというふうに思います。自主防災組織の方々と連携して啓発活動を行いますと、まあ、個別に、まあ、自主防災組織の方に今は積極的に参加されていない若い世代のお家を、まあ、一緒に個別訪問して啓発活動をするですとか、それからまあ地域で行われるそういう災害に対しての勉強会のところに建築士が出前講座をそういうところでさせていただくとかっていうような活動を通して、皆さんの意識の向上というのに役立てればいいんではないかというふうに思います。まさに皆さん方が言われた通りで、高齢者の皆さん方にこの耐震化の話を言うとね、もうそんなに長く生きるわけじゃないしって、それの割にはもうお金かかるよねって、で、まあいざというかもう言うわってこう言われるんですよね。でもそうじゃないんですよと。まず自分の命をちゃんと助けることが周りの皆さん方にもね、希望を与えるんですよと。だからこうした話をいかにお伝えをするのか、そしてあまりお金がかからなくて逆にそれをやることによってデメリットというよりもね、平時これも耐震化をしたりシェルター入れるとかえって住み心地よくなりますよ、ここのところの PR は今まであんまりしてこなかったんですよね。やっぱりここのところをこれからいかにしていくのか、まあ、昨日そういった部屋の良さというね、
これは逆にプロである建築士の皆さんがね、こんなメリットあるよ、こんないいとこあるよっていうのをバー出してもらってね、まあ、ただ高齢者だけじゃないよと、赤尾さんの方からね、いや子育て世代の皆さん方にもしっかりと知ってもらわないとと。あと子育て世代の人って賃貸が多いんですよね。だからあんまりその家を耐震化しなきゃという意識というか、その手段があまりないと。そうなってくるとマンションだとかアパートだとか貸し屋を持っている皆さん方にそうしたところの理解を、つまり耐震化をしているということがどんどんお客さんたちが入ってくることのメリットになりますよと。ここがないとね、投資したってしてもしなくても同じやったせんわみたいなことになると困るわけなんですよね。となると顧客ニーズとしてまずは賃貸物件を探すときに耐震化できてますか、まずこの一言からみたいな、こういったものを流行らせていただくというのが重要なんではないかと思っております。また今度は真鍋さんの方からはこの災害の避難弱者の皆さん方もね、高齢者の皆さんだけじゃなくて今出た障害者の皆さん方、この避難弱者の皆さん方ですね、こうした皆さん方の対応といったもの、その意味でもまずは逃げれないとダメなんで、まずは助かってないことにはもうその時点で下敷きになったら逃げられないわけですからね、まあ、これをということでのこの簡易耐震化、そして耐震シェルター、そして何よりも家具の固定化、まあ、実は今までも簡易耐震化の条件には必ず家具の固定化、これを入れていたんですよね。それからまた島田さんの方からこの自主防災組織で、実は徳島全県下において実はこの自主防災組織の組織率 100%、 これをもう近々達成をしていこうとしているところなんで、ただあと問題は活動状況ですよね。で実はこの自主防災組織大半のところはリバーシブルになってですね、日頃は自治会なんです。それがいざ発災となる時のための自主防災組織というリバーシブルで、平時から訓練を行っていくといったことで、その自主防災組織という形が実は平時からも存在をするというのが今の形になってですね、でなるべくその訓練やるからというと出てこない人も多いんですよ。でそうじゃなくて南町なんかではもうお祭りの時に避難訓練やるんです。あるいは行政の方に言ってこういった点を回収してくれと。実は我々の方でもそれまでは休憩者地、そこを国の補助金の制度を変えてもらって、ただ休憩者を取るだけではなくてその上に避難の通路であるとか上に広場を設けてもらうと。そしたらすぐ自主防災組織の人たちから現場に行って言われて、ちじってこれ照明灯がなかったら夜逃げれんのやけどって、それから階段の段差がね、子供も危ないし高齢者もきついと、できれば足元に LED の照明つけてほしいとか、上に LED の街灯欲しいとか、上に備蓄庫がいると、まあ、こうしたものを全部出されてね、それでそうしたものをモデルとして作り上げた、まあ、それを今度は全県下に広げると、海洋部分ですね、まあ、そうした形を今進めていっております。家の人が補強工事、耐震補強をしたいなと考える場合に、まあ、どこに頼っていくかといったら、やっぱり建ててもらった大工さんや工務店、あとは近くの近所の知り合いの工務店大工さんだと思うんですけれども、年配の方ほどそういう傾向は強いと思うんです。その場合に耐震化工事の補助金申請が大変複雑で難しいということを挙げられると思います。見積書申請書類の作成に加えて、パソコンソフトを使って補強計画と補強計算書を作らないといけない。実際私自身も耐震化工事の検査員をやっていて、ちょっと申請が難しいよとかいう声をたくさん聞きますし、去年施工した施主さんからはもううちがやる前に何件も申請を断られたんですっていう話も聞いたことがあります。なんでそういう点が課題だと感じています。耐震の診断員というのはですね、建築士しかなれません。でも施工者は建築士を持ってなくてもなれますっていうことはですね、いざ施工をする場合、そこにはまず建築士の方でなくても、まあ言ったら改修の計画をして出すことができると。だから極端やし、専門家でもないのにできちゃう。でそういうことによって何が起こるかっていうと、技術者のレベルによって耐震をしなくてもいいところのコストがそこに乗っかって、それが施主さんに請求されてしまうっていう状態。
がまず1点、それとあと補強計画によるんですけれども、補強のやり方がやっぱり何種類かありまして、その知識がなかったら高いコストをかけて耐震をする、もっと安くできる方法があったにもかかわらず高い方法でやってしまうっていう、確実に知識不足によるコストの分が接種さんにかかってしまうっていうのが現状です。今の診断業務っていうのは本当耐震診断の結果をお客さんに、あなたの家はこれぐらいの強度ですよっていうのを本当伝えるだけっていうのが業務になってるんです。ただですね、診断結果をですね説明するときに本当同時に例えば改修計画の案を何案か出せたら、もっとこう耐震改修受けた人も例えば本格改修するんだったら金額これぐらいです、こういう工法です、簡易の改修だったらこれぐらいです、シェルターをあそこの部屋に入れるんだったらこれぐらいの金額ですとか、こういう方法がありますっていうのを実際に提案できたら、耐震診断された方もやっぱ現実として、あ、改修するんだってこうやって方法があるんか、このお金あるんだと これぐらいだとしてみようかなって感じる、実際してみようかなっていう人も増えてくるかと思ってたんです。で、今本当診断受けても本当次の回収という提案がないんで、もう診断受けても、ほな受けた結果が出てきてどうしていいか分からない人もものすごい多いように感じたんです。診断とやっぱ設計っていうのがまず一体になってたら、さっきこういう方法がありますっていうのを提示できるんで、ナンバー耐震新回収をほなやってみようかっていう人も、まあ、こんな方法だと何もかかるんねっていうのを実際工事業者さんにも依頼しやすいですし、耐震改修工事をする人もやっぱり増えてくるんじゃないかなっていうのをすごい感じるんです。結果としてやっぱこの人命一人でも多くの人を救う機会がより増えるんじゃないかなっていうのはすごい感じてるんです。接種の人にしてみると、耐震診断で結果こうでした、じゃあどうしたらいいの、いやこういう選択肢がありますと、いくらいくらぐらいですと、どのくらい期間かかりますと、まあ、そうしたものが同時にいただければ、じゃあこれでいこうかと、まあ、松竹梅じゃないですけどね、まあ、それがやっぱり一番身近な点なのかと。そしてその場合に、じゃあ施主っていうか、やってもらう施工する人は、あ、じゃあいつもやってもらったらこの大工さんお願いするとかね、そうした形がうまく組めれば非常にやりやすいんではないか。今おっしゃるような、最初からじゃあどれをもう取るんだということができるようなものを一気に耐震診断を行って、その結果説明の時に示せるという仕組みをこれからね、まあ、皆さん方とともに築き上げて、そして一日も早くこの課題はクリアをすると。今回の熊本を見ると、やはり多くの高齢者の皆さん方が家屋が倒壊をして亡くなったり逃げ遅れたりとか、これを二度と同じことを徳島で起こしてはいけないということを考えると、今おっしゃっていただいた点をクリアをして、その制度を早く作り上げるということがまず第一だと思います。通常耐震診断になるためには、年2回ほど行われている登録講習会を受講し、登録されたものが耐震診断員となり、耐震診断や耐震改修工事ができます。ただ1日だけの講習では、さまざまな現場に対応できるだけの内容をサポートしきれていないのが実情ではないかと思います。私は5年ぐらい前に耐震診断員になりました。それから2年ぐらい経ってから初めて耐震診断をさせてもらったんですけど、少し時間が空いていることもあって不安な部分が大きくて、耐震診断を多くされている先輩に教えてもらいながら診断を行いました。その時に思ったのが、登録後初めて診断をされる方であったり、ブランクがある方向けの講習会があれば参加してみたいなと思いました。また他にもいろんな講習会があれば、その講習会に参加することで他の診断員の方と交流が生まれてくると思うので、自分が持っていないノウハウを聞くことができたりだとか、コストダウンの方法であったり、さまざまな情報交換の場になり得るのではないかと思います。有料な、耐震改修工事は進めていく上でですね、耐震診断の人材の育成が最も重要なポイントと私は考えております。申請書の書き方、適切な設計書の考え方、見積もりのやり方はもとより、現場でのそういった対応方法も含めて、そういった人材のスペシャリストですね、耐震診断のスペシャリストを育成できるような
そういったプログラムも時間をかけてですね行えたらどうかなと思ってます。そういった有料な、診断員を増やすことによってですね、申請者の信頼も得ることによって物件数も増え、スピーディーな耐震診断の現場も増えていくかなということで、もう一つ、先ほどの、耐震診断から改修につながる診断ソフトの活用といいまして、ちょっと有料なソフトではこういう診断も含めて改修も瞬時でというかスムーズにできて、なおかつオプションでありますけれど、そういう概算見積もりみたいなのもできるようなソフトもあるんですね。ということは、申請者の方に耐震診断を説明する場合、改修設計の提案も同時に行えることができるんじゃないかということで、そういう改修工事の増加につなげることができるんじゃないかと私は考えます。これはもうどの業界というかね、必ず起こりうる話で、いくら資格を持ってても新たな分野、耐震というのはね、ですから一回講習受けたからといってすぐスペシャリストになるわけじゃこれ元ない、あるいはスペシャリストになってたんだけどちょっとね違う仕事やっててブランクがあるっていうね、こうした皆さん方にやはりまたすぐに現場復帰していただける、そうした講習ですね。今は1日の座学だけの話で、これは確かに無理ですわね、いくらなんだってこれいっぺんにっていうね、さらに今度はスペシャリストの育成もいるんじゃないかと、そうした形の人を育成をする講座を作っていくと、つまりプロ中のプロ作ると、まあ、今言う復帰をする人、まだ新しいその初心者の人ですよね、それからスーパーバイザーと、この両方の講座で、特に初心者の皆さん方、あるいは現場復帰してという皆さんには、現場、ただフィールドワークも同時にこれセットしないとなかなか難しいところではないかと思いますので、まあ、こうした研修のあり方といったもの、しっかりとそうしたものをこう組んで、そして次年度に備えていくと、そして多くの需要増、これに対して対応ができる体制を築き上げると、そうした意味ではソフトや何かを変えて一つのパッケージ化をすることによって、全部診断を行う、逆にその最初の時にね、もしこのぐらいにしたらこうこうこうなって結果こういうのがありますよと、最初にこれを示してみると、で実際やってみたら少し微調整があってこのぐらいになりますわと、高くなる安くなるね、まあ、そうしたものが示されればもうこれは完璧な世界になりますので、まず耐震診断を受けてもらう時の誘因として、もしこれをやった場合には耐震補強としてもこんなんができますと、そして逆にこんなん出来上がった時には実際にはこうなりますと、どれ選びますかと、そして次年度からは講習や何かについてもこうしたものが入れ込めるような形を取っていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。今日は待ったなし住まいの耐震化ということで、現場で活躍をいただいている皆様方からいただいた点について、実際に予算や何か制度の変更でできるものについてはもう今年度のうちからしっかりと取り組んでいきたいと思いますので、ぜひこれからもご協力、そして何よりもご提案方、よろしくお願いを申し上げたいと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。県政アンテナテレビ徳島ハーツでは、番組にご意見をお送りいただくことで、宝の島徳島、ワクワクトークなどの知事と県民との対話にお茶の間からご参加いただくことができます。